中山競馬場第2レース3歳2勝ダートコース1200メートルメンバーは連続コースゲームには向こう上面の左で時間止め少し4番の浅坂が誕生勇気の小林選手ゲームの中でうるさいところを見せていたんですが向き直って4番の浅坂がさあ勢いを過ぎて回してゲートの中に向かう4番の浅坂です後天でダートの君が鮮やかに仕上がっているのを千葉ダートの目標のコンディション4番浅坂が入って2番ミーカレットこれからゲートの中へこちらもすんなりとは言わず安定の手澤が起こしながら今ゲートに入ります最後に待っていた16番のドッグリードゆっくりとゲートに向かって収まります全部はゲートの中スタートしましたまずは16番のお目当てコーダッシュ3番のリード2番の10番のインジェスラー島からドアを決めて4番のアジャカッカー運動小林に現在3番手前がよく通って1番ペットですあとは2番手までの運動外9番のペットです左番のインパレット番組の中には並んでいるクラブのローアーです3頭の後ろ2番手に離れて8番ロアロー赤は2番手に3番手と13番石野水星1番手の後方に12番ロアステ第3コーナーがあるその後ろに12番ロイスで上がっていますさらには3番コンセンサーがある直後には6番5番ロアンスタイテン6番に33秒6の通過3番手の後方に14番アルマセル外は並んで6番石野水星3番手の後方に16番ロアステイテン後ろです特に船と地元コーナーがある前は10番のインジセラーで離れたその4番のアジャカルが周りに並んでその間に1番ペコロスです3番ペコロスで1000円を超えて4番のカクーナーを